船橋駅近くにタイ料理屋さんあゆたよはあります。異国情緒たっぷりの店内にはいつも明るい日差しが差し込んでいます。日本ではあまり見ることのないオブジェや絨毯も雰囲気を盛り上げてくれていますね。さあ、私はとスタッフ一同、料理食べ方やタイの文化を通してお客様に知ってほしい。そしたらお料理にタイの本場のお料理で味付けておりますので、日本人の味は付けてないんです。食事ながら文化として日本とタイに交流したいんです。そんな店長のおすすめは、タイの食材や調味料をふんだんに使用したお料理。何やら混ぜていますね。一体何ができるんでしょう。色鮮やか、美味しそうですね。まもなく完成みたいです。出来上がった料理は、タイでは定番の前菜ソムタム。ヘルシーで美容にもいいそうですよ。こちらは新鮮なタイを使ったメインのお料理、プラーヌンマナーオ。グツ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 、湯気が食欲を誘いますね。最後はかぼちゃを使ったデザート。かぼちゃの甘さがタイ料理の締めにぴったりです。サリカサリカ。船橋に来た時にはタイ料理あゆたよにぜひいらしてください。お待ちしております。船橋駅近くにあるタイ料理あゆたよ、ぜひ一度足を運んでみたら。